皆様こんにちは。大変ご無沙汰しております。気づけば春ももう間近。久しぶりのマシュマロなひととき、行ってみましょう。本日のお題はこちら。氷に乗ってフルーツを取りまくるゲームのような世界観、面白いですね。というか、可愛いですね。実は大きな声では言えないのですが、めちゃ難しいお題でした。自分がこういうパズルゲーや落ち物ゲーをあまりやらないので、一般的にはどんな BGM なんやろと悩んだのですが、一個だけありました。私がやったことのあるパズルゲーが、キャンディークラッシュ。というわけで、マシュマロ主様からいただいたメッセージと某キャンディークラッシュを思い出しつつ、3曲作ってみました。それでは続けてどうぞ。Thank you.
手な感じで可愛い系の曲で作ってみました。フルーツをテーマにしたゲームの BGM なので、カラフルで可愛い感じにしたいなと。あとはパズルゲームって効果音がすごくポイントだと思うので、効果音の邪魔にならないように入れる打楽器を最低限にしてみました。今回も楽しいマシュマロメッセージありがとうございました。またしても自由気ままに作っちゃいました。そしてマシュマロ主様、すごくお待たせしてしまって申し訳ありませんでした。今回作った楽曲はまた各所で公開予定です。皆さんに楽しんでもらえるよう、これからもいろんな楽曲を作っていきたいです。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。